今回の動画ではご覧の3つの柵について使い方を検証していきます。有刺鉄線はトゲのついた柵です。ワイルドな印象があるので、舗装された道よりも土や砂など自然のままの道の方がよく合います。ここでは2箇所柵を使っています。手前は田舎道です。田んぼや畑のあるようなところによく合います。奥の方では山の上に柵を立てています。何もないと寂しい印象ですが、柵が1つでも2つでもあることで可愛く仕上がります。こちらはお借りしたトタン屋根のマイデザインの上に柵を立ててみました。ごちゃごちゃさせたい時やわざと汚くさせたい時なんかにこの柵がおすすめです。次は藁干しの柵です。こちらは収穫したお米が干してある柵のことなので、土や砂など自然のままの地面によく合います。私は池をこのように段々にして日本の田園風景である棚田をイメージしました。藁干しの柵を置くことで田んぼ感が出るんじゃないかなと思います。そして先ほどの写真にもありましたが、田んぼに見立てた箇所にこの柵を立てました。周りに水路を掘ったり、土の中にわざと物を埋めたり雑草を生やしたりすることで田んぼ感を表現しました。最後に素朴な木製の柵です。これは一番最初にもらえる柵ですね。花壇感が強いので草地、土の道、黒土に合うんじゃないかなと思います。舗装された地面だと少し浮いてしまう印象があります。私はエイブルシスターズ前の花壇に使いました。そしてハムスケくんの家の裏にある畑にも使いました。こうやって周りを囲むと可愛くなります。畑には植物を置いたり猫車を置いたりするとより畑を表現できると思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。